はい、おはようございます。クジラガレージです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日は、あぜ塗りします。田んぼのね、このあぜが、こう、まあ、しなくてもいいとことせないかんとこって、やっぱ、こう、分かれてくるっていうかね。あぜがどうしてもこう、弱ってるとことか、特にせんでもいいところはしないですけど、やっぱ中にはね、ぐるっともう外周全部あぜ塗る人もおるんやけど、まあそこまではしないです。こういうとこね。この辺がちょっとあぜが弱いんで、弱いというかね、まあ、幅とか高さとか、その辺が、ちょっと水が溢れて越したりとか、まあそういったところを点々とあぜ固めていきます。この機械でね。去年もこれ紹介したと思うんやけど、今年はちょっとじっくりと、撮影してみたいと思います。動画の最後までご視聴よろしくお願いします。あぜ塗りする前に、この機械する前に、一旦この、何て言うかな、土をこう被せんと、掘り起こして被せるっていう感じなんで、草刈りは してます。あぜ塗りする前にね、ウィングモアでバーッと草刈りしてから、それからあぜ塗りっていう流れになります。はい。よろしくお願いします。この辺やな。この辺のあぜは、十分幅も広くて、高さもあるんでいいんやけど、ここ辺からかな。この辺からこう、ぐーっとカーブで、向こうの方まで、あぜちょっと固めたいと思います。この辺水がね、ちょっと溜まりすぎるんで、あぶれるんよな。ちょっと水気が足らんかったかな。昨日一日ちょっと晴れたけんね、もうちょっとこう水気が欲しかったなって感じなんやけど、ちょっと水気が足らんかな。
歩いた時にね、結構しっかりとこう飛び上げかな。あ、弱いな、これは弱いわ。で、まあトラクターの性質上ね、このずっと前進でいくとね、この角はこれだけちょっと汗が濡れないんで、今度は逆向き、逆回転っていうかな、逆方向向きにセッティングして、角からこっちに行きます。水が足らん。高さでやってもね、こうやってあの高さが揃わんのよな。要は地面の高さが違うんでね、抑えきれんかったな。ここは球が浅いんかな。同じ設定でやったのに抑えきらんかったっていうか、乾きすぎやなこれ。抑えきらんな。
はい、このね、ここのピンが折れた。ピンっていうかな、ボルトナットで止まっとったんかな。要はこのトラクターのこの回転の力を、こう、これがこう横回転な、プロペラーシャフトがこういって、このこっちに、縦回転に変わって、これがぐるぐる回って、これ、こいつを、後ろのやつを回すんやけど、この芯と、こいつが、を固定してる、ボルトが3つ、こう、刺さってるんやけど、これが、ちょっと負荷かけすぎて、3本ともぶち折れて、動かなくなりました。もう、ここね、上下で止まってるだけやと思うんで、この下っ側ね、これナットなんかな、ナットなのかネジ穴切ってるんかな、ナットやろな、おそらく。違うな、ナットの跡がねえな。どういう構造になっちゃうか、ちょっとこれがポキッといきました。金属疲労かな、負荷かけた、そんなに負荷はかけてないんやけどね。はい、ちょっと緊急事態というか、ピンが折れました。まああれはおそらくピンの役目やと思うんよね。安全ピンっていうかな、負荷がかかった時に、他のところの機械を壊さんために、これ以上負荷がかかったらダメっていう時にあっこが折れて、本体を守るっていう構造っていうかな、そういう役割を担っとるピンじゃないかなと思うんやけど、ちょっと初めてなんで分からんやけど、3本とも一気に折れるかな、まあ、そんなに力かけた感じはしてなかったんやけどね。ちょっとぬかるんだところがあったんで、そこでねぐっと、まあロータリーで、白柿や荒城とかね、田起こしとかしよるときも、ぬかるんでるところ行くときは、ぐっとロータリーがね、下がって、田んぼに、こう、ぎゅーっと噛み込んでいって、ぐっと演奏したりするんですよ。ちょっとやっぱぬかるんでるところ行ったんで、それで、めり込んでね、要は、地球にめり込んで、それで、まあ、力かかって、あ、ここが折れたっていう感じかな。まあまあありがちですね。原因が分かってるんで、どこに問題はないんやけど、原因が分からんで、あれが回らんちゅうね、ロータリーが回らんってなると、もうね、業者に頼まんといかんないけど、もう原因が分かってることなんで、ピンさえ手に入れば上からね、あれどうなっちゃうかな、ちょっと今まで気にしたことなかったんで、元々の状態がわからんので、後でちょっと調べて、まあ取り寄せるか。小橋って、まあ、どこで買ったんかな、久保田かな。まあどっかメーカーに問い合わせかなんかしてね、この3本ネジがあるんかどうか確認して。ちょっとね、やっぱ、土が乾きすぎとるんで、ちょっとあぜ塗るのはちょっと、あんまり不向きというかね、うん、そんな感じです。で、まあ、草刈りしてね。今、ここ、苗箱に土を詰めてます。こんな感じ。まあ、この作業は、撮影はしてなかったんやけど、とりあえず空箱にね、苗箱。はい。これが、苗箱って言われてるやつですね。米が、育つ箱ね。米が育つ箱っていう。まあこれに、土、専用の土を入れて、まず入れて。で、次は、米やな。苗の種もみっていうやつ。要は米になる、芽が出るやつね。それを今芽出ししてる。家でね。芽を出してから、要は殻の状態、米のね、もみがついた状態です。で、そこで水につけて、ちょっとぬくめたら、その殻を割って、中からちょっとピッと芽が出るんですね。それの状態になってから、この箱に今度は
また同じようにバーッと均等に、種もみをまいて、また土をかぶせて、今度ビニールハウスっていうかね、このこれぐらいまで伸びる、20センチぐらいまでかな、伸びるまで、この保温、ビニールハウスに育苗っていうかな、します。まあ撮影はね、ちょこちょこはしますけど、ちょっとバタバタするんでね、カメラ回せんかもしれんけど、まあ、その辺はご了承ください。そんな流れで、今後米作りやっています。今これやってるのは日の光の方、夏ほのかっていう品種、新しい今年から初めて作る品種の方は、作り方とかは全部一緒なんで、もう時期も、作り方も植えるタイミングも全部一緒なんでね、混ざらんように混ざらんようにしてないかな、それだけちょっと注意してないかんないけど、やっぱな、機械はな、機械は壊るな、壊るっちゅうか、この間先輩がマサオで故障したトラブルな、まああれと同じような感じだよね。あれもやっぱ安全装置っていうかピンが折れて、これ以上無理すんなっていう感じのストッパーやわね、折れて、エンジンとか他の部分を守るっていう役割の、ね、ピンが折れただけかなって感じ。でも3本あるけどね、3本とも一気に折れる、まあっこしかねえわな、でも力かけすぎたかな、まあしょうがねえ。まあそんな感じで、ちょっと、部品が手に入るまで、部品がね届くまでね、ちょっとアゼ塗りは一旦中止します。まあ他にもすることいっぱいあるんで、これからも応援などよろしくお願いします。今日は以上となります。ありがとうございました。